旦那さんが違います。はい、サイズがバレる。もうやりません。稲盛りサイズ、これ足りませんよ。こんな感じです。よかったね。よかった。これも短くしてみて。腰が落ちた感じでくるんって回ってガッですよ。みんなウキウキしてます。ノリノリです。ヤギが来た。あ、なんかかっこいいとこ見せちゃって。あれ、あ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 れ、このヘタレが、ヘタレが、どうも。かっこいいとこ見せちゃってどうする。あ、いや、重いですか。やっぱ日々鍛錬かなと思って。いや、別にランギクさんの前だからとかそんなんじゃないですよ。ほら、今見事に暗くなったでしょ。僕いつもこういう運命なんですよ。いつもこういう流れなんですよ。名古屋が何かしようとしたら暗くなったりとか暗転とか。今声だけじゃないの、これ。これ声だけですね。暗闇で声だけの出演ね。そう、これ行き過ぎた。 OK、 せーの、はい、もう一枚いくよ。せーの、はい。じゃあいつもコーヒーでラスト。せーのっていうんですか。やめるよ。せーのっていうの。決まりのがあるじゃん。ブリーチ。決まりのがあるじゃん。いつものほら。じゃあ、みんな行くぜ。ブリーチ。ほら。ねえ。ちゃん。いや、こんにちは。みどりさんと喋るんじゃないですか。今が初日です。集大成ってことで、はい、お客さんを最高に楽しませようぜっていう感じです。楽しみです。緊張してます。終わった、初日終わった時に僕をもう一回撮ってください。晴れ晴れした顔をきっとしてると思います。はい、さっき全然緊張したから多分もっと緊張するな。初日は絶対緊張するから、まあでも今までやってきたこと信じて、全力で頑張るぞ。ああ、初日おめでとうございます。よろしくお願いします。ドキュメンタリー、ドキュメンタリー、お願いします。初日で頑張ります。頑張ります。いや、一体誰がこの楽屋を操っているんだろう。今全部一個一個に置いてる。黒松はこいつだ。
OK。 これかよ、これかよ。初日おめでとうございます。これ寄りで映ってるといつもよりちょっと顔がくどいんじゃないかと思うんですけど、あの、まあ、コマなんでね、あのしょうがないですね。まあ、気合い入れて頑張ります。あら、体調？俺体調きたじゃない。やっと戻ってきたな。俺はお前もずっと待ってたよ。ありがとう。じゃあ、用意あるんで。あ、冷たいのね。こうやってしばらくぶりに会ったと思ったら体調は冷たくなりました。シロちゃん今日は、今日のメイクは初日メイクです。コマ劇場サイズのメイクです。若干いろんなものが太めにできております。はい、ここのあの何ていうんですか、シャドウみたいなのも濃いシャドウだから、あのステージから客席に降りた時とか客席からステージに上がる時の客席にいる人はあんまりよく見ないでください。はい、こんなにちゃんと今入ってますよ2人。こんなに差があるわけです、はい、今から初日です。結構隣、そうだ、結構隣があるからそれちょっと引きで撮った時に関係ない、うん、身長しか関係ない。でもアスカの方がでかいって思ってるからね。そうね、うん、いろんな面で、いろんな面で、うん、言っても俺負けねえ、言っても負けねえ。みんなスタンバイ早い。おっと、はい。よく見ろ、あのガキは死んだ。今あいつにてめえが駆け寄って触れるだけで罪が20年分重くなんだぞ。それがなんだ、私が駆け寄って何が悪い。おい、ちょ誰が死んでるって話せ。放送聞こえねえよ。そうか、よほどその腕いらんと。ドバッ、お客さんってやっぱすごいですね。やっぱちょっと1年ぶりのブリーチなんすかね。最高っす。一幕終わりました。行きますよ、ほら。バレた、歌われた、すみません。山田七咲ちゃんと歌いなさい。え、そこでグーやん。グーウキャー、ビーディムーンだからね。私たちこうやってお客さんのことを見て楽しんでますよね。こっちも楽しまないと。お客さんの一人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 顔を見てます。いやー、ヒゲをごっそり持っていって。俺やっぱね、初日なんかやるんですよ。初日ハパン、本当にゴーンと音がしたからさ、うんうん、あ、これ出てこねえわと思って、うん、どうしようと思って、土屋さんどうすんだろうなと思って、したら土屋さんゴーン。鼻がヒクヒクしてたの。笑ってたんだ。なんかやったなみたいな顔してた。